こんにちは、そっかちくの久保です。今回は暗号通貨のお話になります、えー。私がね、最も関わっている暗号通貨といえば、もう体の絵だということはね、もうお分かりだと思いますけども、この体の絵だね、一時期はそうですね、400円前後、この辺まで付けたんじゃなかったと覚えてます。370円とか380円とかね。 ま、現在は40円をなんか割るような感じで当時から比べるとね10分の1ぐらいになっちゃったみたいなところですけどもまあでもね最高値から比べると10分の1なんですよ私のプレセールで買った時ってのは0.2円とかね0.22円とかだったんでまだまだ全然いい感じかなというところはあるんですねまあ、ですんでこういった投資物っていつ買ったのかそしていつ売ったのかただこれだけなんですよねでうまくいけば暗号通貨は莫大な利益 富を得ることができたというのは今までの暗号通貨の歴史を見たらお分かりだと思いますだからこそこれからもチャンスがあると考えるのかそれとももう暗号通貨すでに去っていったのかと考えるのかこれもですね投資の考え方になってきますよね私はねいずれにしても大きな利益を上げるにしても大きな損を出すにしてもそこから何を学び取って次の自分の人生に生かしていくのかというところが全てだと思うんですよね 暗号通貨っていうのは結局お金が増えたか減ったかっていうね、ただ一面に過ぎないんですよ。その自分の人生のいろんな側面のこの通貨が儲かった、損したっていうところをじゃあ人生の本土のどこに活かすかっていうことができればそれは大きなプラスになるんじゃないかなと思います。大きな失敗をした、大きな損を出した。でもそれ以上のものを掴み取ったぞっていうふうになれるんじゃないかなと思うんですよ。で、もちろんね、 大きく儲けた時もただお金が増えただけじゃなくてそこから何を学び取ったかっていうことなんですよね結局投資って誰かが損した分が誰かの利益確定になってるただそれに過ぎないわけですよ誰かが損したから誰かのところにお金が行った降って湧いたようなお金っていうのはないわけですよねまあですんでねあくまでも投資は自己責任と余剰資金でどんな時でも投資したお金がなくなるかもしれないと 亡くなった時にどういうふうな人生をそこから始めていくのかってことを考えながらやってみるといいんじゃないかなと思います、まあ、大きな資金を失う人って結局いるんですよそれは詐欺にしても投資にしても何でもですけどねじゃあそのお金がなくなった時に自分の人生は大きく変わるんですかお金ごときで変わってしまうんですかもしそのお金がなくなったことによって人生が大きく変わるとしたら その金額を行くべきじゃなかったということなんですよね。まあですんで、よくよく、そのお金をどこかに支払う前に、十分な検討を繰り返す必要があると思います。で、絶対に損をしないっていう道はないんですよ。絶対に得するってこともないんですよ。絶対はないわけなんですよ。ね。ですんで、様々なパターンを考えて、仮説の上に仮説を組み立ててですね、その上で覚悟をすること、同時に勇気を出すこと、そうやって、 リスクに対してチャンスを求めていくっていう姿勢が、まあ、求められてるんですよね。まあ、いきなり大きくいかないことですよ。全資産の1%、それが限界じゃないですかね。まあ、ですんで、月収20万、30万で貯金も100万もないのに、投資に50万、100万出してしまうっていうのは、ちょっとこれはやりすぎかなと思いますよね。投資した金額がなくなっても、特に暮らしが大きく変わらないよと。 いやあ、500万損しちゃってね、痛い痛いぐらいのもんで、済ませるように、投資っていうのはね、向き合っていくべきかなと思います。まあ、あの、焦らなくても、今しかないっていうチャンスはいつでも生み出されてますから、まあ、そんな感じでいきないんじゃないかなと思います。体の間も今ね、もしかしたら高値掴みしちゃったと思ってる人がいるかもしれませんけども、まあ、それが投資ってもんですからね、うん、仕方ないですよ。そこから学び、 続けていいいくこととじゃないかなか思います余談ですけども余談ですけどもね <laughs> ある方の,あの結婚観離婚観でねこういうのがあります女性を一番売れっ子の時に最も若くて美しい時に高値づかみしちゃったと <laughs> そんなね結婚された方がいるんですよね、うん、私はこれに対してねいや女性をどういうふうに育んでいくのかは あななたの愛情じゃないですかと <laughs> かっこつけたこと言ったもんですけどね、まあ、要するに美しく老いていくくく老老いいいいててこことと賢はでできるんですよ私はどうやらそっちの方に自分の思いがあるかなってことで <laughs> やっぱね年を取れば取るほど円熟していくかっこよくなっていく、うんまあ、そんな男女の付き合いでありたいなと思いますね、うん、若いだけが恋愛じゃないですねちょっとまあ 若さに負け惜しみを言ってるような感じがしますけどはい、じゃあこの辺にしておきましょうかどうもいつもご覧いただきましてありがとうございました